熱海市の土石流災害では盛戸土の不適切な工事が被害を拡大させたと見られていることから県は盛戸土を規制する新たな条例を制定する準備を進めてきましたきょう静岡市で開かれた条例案の説明会には市や町の担当者や土木事務所の関係者ら50人余りが出席しました新たな条例案では一定の規模以上の盛戸土の工事を 現在の届出制から許可制に変え、その技術基準を規定しますまた、土壌汚染の環境基準を定め適合しない森戸は禁止としますさらに罰則を強化し、これまで罰金20万円以下だったものを地方自治法の上限となる懲役2年以下または罰金100万円以下としますそして、土地所有者の義務として 定期的に施工状況を確認し許可した内容と異なる森戸は知事宛に報告するよう求めます県はこの新しい条例の運用を政令市も含め市や町に権限以上はせずすべて県で対応するとしていますまずその規制を厳しくするで、単純にその規制を厳しくするだけでは多分ダメで 当然それに伴って運用、その規制を効果的に運用しなきゃいけない、その効果的に運用しなきゃいけないという1つの中に、あの先ほど言った県が統一的に運用す盛森土規制の条例案は、来年2月の県議会に上程され、成立すれば3ヶ月間の周知期間を経て、来年7月1日に施行される見通しです。